修復サービスを受けても必ずしもグレードアップするとは限りません。皆様こんにちは、株式会社スカイコインです。ほとんどのコインコレクターは修復サービスを利用することでコインの状態や外観を改善し、そのコインの価値を高めることができると思うはずです。しかし修復によって生じる変化やリスクを十分に理解することが重要です。以前の投稿にて修復サービスを利用して再鑑定に出すことで数字評価を上げる可能性がある旨を述べました。例えば以前言及したウナとライオンの金貨はもともと68グレードで、修復サービスと再鑑定に出した結果コインのグレードが70になり、その価値が急上昇したことについて投稿しましたね。しかし全てのコインが修復した場合必ずグレードが上がるとは限りません。ほとんどの場合は元のグレードのままに戻ります。最悪な場合は修復のためにお金と時間を費やしたにもかかわらず元のグレードを維持することもできず下がってしまうこともあります。今から弊社のコインが修復された結果グレードが下がった経験についてお話しします。弊社は2022年12月1日にこちらの1903年の日本明治36年1円銀貨小型の NGC-MS65 を仕入れました。その後今年1月分の鑑定代行として NGC の NCS 修復サービスにコインを提出しました。先週あたりにコインの鑑定結果が出ましたが、グレードは MS65 からMS63 に低下していました。今ご覧いただいているのは NGC からのメールの内容です。以前修復サービスと再鑑定でグレードが下がることがあるという話をたまに聞きましたが、自社のコインがこんな目に遭うとは思いませんでした。しかも数字評価が65から一気に63まで下がってしまい、正直とてもショックでした。そのせいでコインの価値も大幅に下落しました。グレードが下がったことにがっかりしていますが、 NCS を受ける前後のコインの状態を比較すると今の評価は客観的だと思います。なぜなら修復に出す前、もともとコインの裏面にあるサビなどの付き物がコインの表面の傷など不具合の部分を多少隠していたので、コインが綺麗に見えて65と評価されました。その付き物が修復サービスで取り除かれ、もともと鑑定評価にマイナスになるところが多く露出したためグレードが下がったのです。グレードが下がった件について NGC から保証があるはずです。現在 NGC と話し合っております。稀な事件でもあるため大変重要な情報として皆様と共有したいと思ったためお話ししました。この問題が完全に解決した後、最終的な解決案について動画を作成し皆様と情報を共有する予定です。どうぞ引き続きよろしくお願いします。これからは弊社の社長自身がコインの修復に関する経験を皆様にお話しします。現代の金貨の修復について、1、コインに傷がある場合、特にエッジ周りに物理的な損傷がある場合は修復を受けても治らないので修復に出すのをやめた方がいいです。2、物理的な損傷がなく赤い斑点などのサビが付着している場合は修復サービスを受ける意味があります。現代の銀貨の修復について、1、コインに傷、特にエッジ周りに損傷している場合は金貨と同様に修復に出すのをやめてください。修復費用などが無駄になるからです。2、物理的な損傷がなく銀貨の上にある白い白斑や白い霧を取り除きたい場合は、残念ながら修復サービスを通して白い斑点や白い霧は最大でも薄くなるだけで完全に除去することはできません。そのためあまり修復しがいがないです。3、未鑑定の裸コインに部分的に酸化していたり汚れがある場合は修復することをお勧めします。近
代の金貨と銀貨。1. まず酸化または硫化されたコインの色付きが綺麗かどうかを判断する必要があります。トーニングの色合いでコインの美しさや魅力がより引き立つことがあります。例えばこちらの色付きは非常に美しいです。コイン業界では虹色のトーニングが一番人気があります。そのトーニングはレインボートーンと呼ばれています。コインのトーニングにこだわりがあり、好むコレクターが非常に多いため相場は高まっています。そのようなコインは一旦修復されると元の素材の色に戻り、相場も下がるリスクが高いため修復はおすすめしません。 2. 次にトーニングが取り除かれた後にグレードが下がるリスクがあることに覚悟しておく必要があります。コインの表面についたものをきれいに取り除くことが必ずしもコインの鑑定結果に有利とは限りません。時間が経つにつれトーニングやコインの表面のもともとあった傷が隠れることもあるため、それらが取り除かれた後、鑑定者にとってコインの状態は一目瞭然になります。つまりコインの上にある全ての傷が明確に見えるようになります。そのため付き物があると鑑定結果が良くなることがあり、多くの人が鑑定評価の良くないコインに望ましい付き物を加えたり工夫してから再度鑑定に出すのはそういう理由だからです。 3. できる限り複数のコインを一度に鑑定に出すことをお勧めします。 4. 金貨にある赤いシミが比較的深い場合、一度の修復できれいに取り除くことが難しいです。まとめるとコインの修復には非常に注意が必要です。修復サービスを受けずに鑑定に出す場合、コインの表面についた汚れがその傷を隠し、鑑定結果が良くなることがあります。しかし修復サービスを受けると表面の汚れが落ち、元の状態が見えるようになります。そしてコインの表面がもともと綺麗な場合はグレードが上がる可能性がありますが、そうでない場合は修復サービスを受けると逆にグレードが下がるリスクが高まります。特にコインの元の表面に損傷がある場合や色付きが美しい場合は、修復によって貨幣の価値が低下する可能性があるため注意が必要です。以上は弊社社長の個人的なコインの修復の経験です。まだまだ経験が浅いですが、少しでもお役に立てれば幸いです。本日もご視聴いただきありがとうございました。